皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはやりたいことだけやっているとうまくいくという言葉の誤解と真実ということについてお話をしてみたいと思います。よくね聞く話だし、私もよく言ってますよ。自営業とか自分で事業を起こしたんだったら、自分がやりたい仕事だけ選んでやったらいいっていうふうに言ってるし、好きなことをしていくと数字がついてくるみたいな、そんな話も私言ってるんですよ。なのでやりたいことだけやってるとうまくいくっていう言葉も実際にあるし、私はその言葉自体は推奨する推奨派なんですが、これをですね誤解して聞く人がいる。そしてああそっか、そこの部分を付け加えないと誤解されるよねというふうに思ったことがあるので、今日はそのことについてお伝えしてみたいというふうに思っています。まずですね、やりたいこと、好きなことで食っていくとかねいう言葉あるじゃないですか。でそれはやったらいいと思うんですよ。でどちらかっていうと好きなことっていうのは、あとは得意なことっていうことかもしれないですけどね、どちらかっていうとやりたいことイコール得意なことっていう、っていうのが必要かなっていう気はするんですけどね。なぜならば実はそのやりたいことを事業として出すためにはですね、ただ単にやりたいなやりたいなって言って好きな温度感と好きな速度感でですね勝手にやってても事業ってうまくいかないんですよ。そのやりたいことをやるために場合によってはそのやりたいことを叶えるための努力とか定量とか定数とかっていう言葉は私ねよくマーケティング的な言葉で使うんですけれども、私教室を立ち上げました、みんな来てねって自分が勝手に一人で言ってても教室って誰も来ないじゃないですか。ある程度告知とか、宣伝に近いことを外向きに向かってやっぱり発信していくっていうことがないとなかなか人って当たり前ですけど来ないじゃないですか。でこの量が少ないよりは多い方がいいわけですよね。でかつ特に出だしの頃なんて誰もあなたのことを知らないっていう状態なわけですよ。その状態で例えば教室立ち上げましたって言ってもはあって感じじゃないですか。こういうことを自分が頑張ってます、こんなことしてます、こういうことを教えられますっていうのを必死にある程度アピールしていかないとダメなので、企業開業当初っていうのは定数がどうしても必要、量ですねが必要になるので、それが私のクライアントさんだったら YouTube 1000本やってねとかブログ1000個書いてねとか Instagram フォロワー1000人つけてねとか、1000っていう数字にこだわっていろいろ目標値を私お伝えするわけなんですよね。でそれっていうのは大概の人にとっては辛く苦しいことなんですよ。努力地道にやんないといけないから、会社員だった時とかそういう他の事業体の従業員として勤めていたところっていうのは、会社から言われればその寮とかはやってたかもしれないんですけれども、自分がこう率先してというか考えてどうにかしようっていうことはほとんどしないはずなんですよね。だから、それはおそらく努力っていう部分では苦しいことなはずなんですよ。っていうことは自分がやりたいことじゃないこと、要はその定量の努力をすることはやりたいことじゃないからやらないということではやっぱりうまくいかないんですよ。ここが誤解の部分です。やりたいことだけやるから、じゃあ例えばホームページとかデザイン好きだからそれはなんかすごく時間かけてやろうとか、写真を技術を磨くのはすごい好きだから集客の告知活動はしないけど写真ばっかり勉強してよとか、そんなことをやったって結局うまくいかないじゃないですか。やるべき努力は嫌でもやんなきゃいけないものも入ってきちゃうんですよね。そうすると、こういうね反論する人もいるかもしれません。やりたいことだけやってるとうまくいくって言ったじゃないですか。やりたいことのための努力というセットがその下についている時に、これはやりたくないことです、やりませんで、果たしてこれは成り立つのかという話なんですけどね。
だここの考え方が単純にやりたくないことをやるなというわがままで生きていけって言ってるのと違うんですよ。これが誤解の部分です。だからやりたいことだけ本当にやって好きなことだけやって、もちろんうまくいくタイプの人もいますけれどもね、まれに見る天才とかいう人はいますけど、まあ大概の人は何かしらそれを支える努力とか大概しています。で、問題はその考え方のところなんですけれどもね、結局そのやりたいことをやるためのこう何かしなきゃいけないことがあったにしても、これをひっくるめて考えていった場合に、その情熱を通すためのステップとして考えることができて、それはその登竜門というか仕方がないことなのだというふうにライトに捉えることができるのであれば、おそらくその達成したい得意なことをねやっていく上に付随でついてきちゃうものだっていう感覚です。で、かつそのものすごく没頭できる大好きなもの、例えば子どもたちがゲームに熱中するようにですね、大好きなものの過程の中には、それがついでに入ってきちゃうのはしょうがないって捉えられるはずなんですよ。すごく楽しい大好きな生徒さんたちがいっぱい来て、いつでも人がもりもりいる人気教室になるっていうところの過程にブログ発信があったり YouTube の発信があったりっていう過程として通過しなくてはいけないものがそこにあったとしたら、まあゲームでいうと例えばスーパーマリオがですね、最後ゴールに行くところでこう途中で崖みたいに落っこったりとか、なんか毒キノコ食べちゃったりとかなんかあるじゃないですか、忘れちゃいましたけど。で、そういうのも全部含めてゴールに向かって進んでいく、まあ、障害みたいなものって大概あったりしますよね。だけどその障害をものすごく好きなもののためのゴールのために歩いていくのであれば、まあしょうがないなぐらいに捉えられるんですけど、これがゴールがやりたいことではないものだったら、この障害がめちゃめちゃクローズアップされてめちゃめちゃ嫌なものに感じるはずなんですよね。だからその捉え方の違いの部分があるので、やりたいことだけやっているとっていうのは、そのゴールがとてもやりたいことだけど、その過程も一緒に愛していこうみたいなそんなイメージなんですよね。まあ、私のつい最近の出来事で言うとですね、音楽始めました。サックスを始めてます。で、音楽の音階ですね、スケールっていう、まあ、ドレミファソラシドドシラサミレドとか、まあ、半音ずつ上がっていくような、まあ、そういう基礎練習とかがあるんですけれども、まあ、それ自身はそんなに面白くないんですよ曲になってないから。私は曲を吹くのが好きなんです。ところがですね、その曲を仕上げたいと思うじゃないですか。で、私の中にはお手本の音源っていうか、お手本の音楽を聴いているので、その音楽に合わせた状態でこういうふうに吹きたいっていう理想像が頭の中を駆け巡るんですが、自分の手が動かないんですよね。で、手が動かないけど、その理想形ゴールがやりたいことをやりたいっていう意味のね、素敵な曲に仕上げたいっていう熱い思いがあると、ここができてないのが嫌なんですよ。そうするとそのために必要なレッスンは何なのかっていうと、結局そのスケールの練習であったりとか、あと音のコントロールですね。ビブラートって言って、こうなんかブルブルブルって震わせるような、このウォーウォーウォーっていうかっこいいやつがまだうまくできてないんですけど、それを曲の中に入れたいっていうと、やっぱり基礎練習の中でビブラートを入れていかないことには、曲の中でいきなりやろうとするの無理なんですよ。だから好きじゃない基礎練習もやりたいことのために、要は仕上げたい曲の理想像のためにやるっていうのは、過程だからしょうがないから、基礎練習だけやるとテンション下がりますけれども、その中に必要だというふうになると目的が変わるので、それをクリアしないと私のやりたいことにならないので練習をするわけです。まあ、それで基礎練習とかも最近ちゃんとやり始めてるんですけどね、最初こうテンションが上がらないのでですね、先生も飛ばしていいよみたいな感じ、必要な時にやればいいとか言って、必要な時が来たからやってるっていう、まあ、そんな感じなんです。だから教室授業とかもやりたいこと、要はそれが生徒さんが来ていつでも楽しく人がワイワイしてる教室を作りたいって言ったら、その過程にはそんなに楽しくないことも入ってきちゃうかもしれないんですけれども、それをゴールまでいやいややってるわけじゃない、ゴールがもう見えてるわけですよね。楽しい未来とやっていきたい生徒さんたちの
と作り上げる楽しい教室っていう、その絵が見えてるのであれば家庭もひっくるめて情熱を持って取り組める。だから好きなことの方がいいんです。ゴールが嫌なことだったりとか、あんまり気が向かないものがゴールだったら、嫌なことはめちゃめちゃ嫌なものでしかなくなっちゃうので、ここがポイントになると思うんです。なので言葉尻だけ捉えてやりたいことだけやってればいいっていうのは、努力なしでいいって言ってるわけじゃないんですよ。要はやりたいことを仕上げていく上では、その努力しなきゃいけない、本来は嫌かもしれないことも苦に感じないっていう意味が多分正しい真実です。嫌なんですよ、嫌なんだけど苦に感じないっていう、このニュアンス分かりますかね。はい、だから私はやりたいことだけやってますよ。で実際に楽しく毎日生きてますけれども、そのための努力っていうのはやるべきこととして捉えてるだけなので、やりたいことをやるようにするための必要な努力っていうのは当然ありますよね。はい、苦手系のこともあります。でそれは例えばお金がね、稼げるようになってきたら得意な人に振っていくっていう手段だってできるようになりますので、そう考えるとお金を稼げばいいだけなんですよ私は。だからその苦手なことは人にお任せしながら、得意で大好きって言ってる人がいるわけですから、で私はその分お金を稼ぐことの方が得意なんで、そうでやっていくっていう、それで、自分も充実する、その人も充実するっていう、まあそういう形になるので、やりたいことだけをやっているっていうことになりますよね。あとは行きたいところに行って会いたい人に会うっていうのも、まあ私のこう一つ決めてるルールになるので、まあ日本全国、まあ場合によっては世界もですけれども、飛んで行きます、行きたいところだったら。で当然そうすると時間っていうものから言うとしわ寄せがかかりますので、移動時間ですね、飛行機に乗ってんのか新幹線に乗ってるのか、その時間を仕事の時間にするのか、睡眠の時間にするのか、ゆるりとするね時間にするのか、どういう時間の使い方にするかを自分が決めさえすれば、こっちにいる時、飛ばない時ですねに時間を圧縮して動いてる間できない仕事をやるっていうことになりますが、それ自身は詰まるので多少辛いんですよ。辛いけど楽しみ、やりたいことがあるから、そのための過程としてセットで捉えるっていう感じだし、まあ、私は決して動くことは嫌いではないし、気分転換とかにもねなりますから、まあさすがにそうね、5日間とか動いていて、移動移動移動でホテルが毎回違ってとかっていうと、ちょっとね心身ともに疲れますね。枕が変わっても全然寝れるタイプなんですけれども、環境がねやっぱり違うので、例えばそうだな、画像とか映像とかを処理するのはやっぱりデスクトップの家のハイスペックなマシンでやりたいのができないのは若干プチストレスだったりとかするので、外でもやる仕事と家でがっつり取り組む仕事っていうのはスケジュール見ながら振り分けを考えたりとかっていうのをやってたりとかしています。なのでそれもまあ遊びたいというか仕事なんですけどね、地方で仕事をしたいからこっちでどういう仕事をするかっていうセットでついてきちゃう事象なんです。ですからやりたいことだけをやってるとうまくいくっていう言葉の真実は、嫌なことが仮にあったとしてもそれを苦に感じないっていうだけのことだと思うので、本当に嫌なことを全くやらないでいいって言ってるわけじゃないっていうことですね。ここ勘違いすると全然やりたいことの夢が叶っていかないことになりますのでね、要注意言葉尻だけ捉えちゃう人は本当に何もやんない人たまにいますからね、驚きですけど、それを叶えるためには必要なことは必要な状態でやっていかなきゃいけないことある。ただその未来が見えてるから苦にならないっていう、そういう業種業態を選んでくださいっていう、そういう話です。ですのでやりたいことだけやってるとうまくいくという言葉の真実の誤解、言葉の誤解と真実っていうのは、誤解の部分はやらなくていいということではないということと、真実は苦にならないからだという、そのニュアンスを分かって活動していただければというふうに思いますので、覚えておいてください。それでは。